you put a lamp on, you have to do a lot of work.出ました。サラダがいろいろあるのと、ちょっと日本っぽくないお寿司や、あとカレーライスのちょっと変わったものがあったりするのがなんか外国風です。お昼、ご飯です。こんな感じでサンドイッチがいい。サラダを食べるみたいです。スーパーに来ました。キノックスが有名なのかな。ハイジンっていうところです。あ、日本っぽいみかんが300円ぐらい、結構いっぱい入ってるから安い気がします。空港のスーパーってオレンジジュースとか作る機械がある。自分でブドウとか売ってる。あと、あ、お弁当類ですね。チキンのお弁当、缶類、なんだろう、なんかこうピクッと動きそうな、あ、なんかうまそう。こういうのいいよね、自分のに。安っ。え、200円ぐらい、くそ安いような気がしますね。ちょっとこれ安いのかな。あ、卵6個で200円だから、どうなんだろう。私はセブン根拠で見てるから分かんないかな。すごい安い気がする。お菓子は、あー、この辺で安いお菓子を大量に買ってあげるという手があるな。それもいいかもしれないな。そんな感じで、あ、かわいいぞ。そんなのがあります。ロイヤルダッチミュージアム、オランダです。お土産なんだけど、ぬいぐるみがあります。さすがオランダ発祥の地と言われるミッフィーちゃんの服がなんかオランダっぽい服を着ていて、一匹7ユーロ、あ、キーチェーン7ユーロ、チビのやつで14ユーロぐらいで、でかいやつが、15ユーロぐらいです。わ、やっぱりミッフィーちゃんが言う。アムステルダムのスキポール空港のアスタリアラウンジに来ました。特徴は、普段のスターラ系のラウンジと違ってプライオリティクラブの力で入ったので、ちょっと違うかなってところです。基本的な飲み物があったり、あの、そのなんだろう、よくオランダで食べられるワッフルに硬いやつがあったりします。飲み物で、まあ、ワイン以外で面白そうなのが、このビターレモンのティンリーとかトニックとかがあったりします。